文化の道百科もぐさは、愛知県名古屋市東区にある施設、旧岡谷亭。岡谷後期の創業家である岡谷家の邸宅だったが、長らく空き家となっていた。1920年に建てられた書院や茶室、土蔵を改修するとともに、思いやにホールを新築して2007年4月に、文化の道百科、もぐさとして開館。名称はかつて、岡谷家が所有し、 徳川美術館に寄贈された田中突言の百花もぐさ図屏部にちなむ文化の道を散策する際に休憩する場所などがあまりないことから名古屋市が岡谷家にこの建物の利用について以来岡谷家が開拓したという話があるなお他の文化の道を掲げる建物は名古屋市が取得しているが百花もぐさは現在も岡谷家が所有した上で公開されている 書院と茶室、茶亭、茶亭を併設した和館。門から入った右手に位置する。内部非公開。かつての思い跡に建てられた。セルフサービスでお茶やコーヒーを飲みながら庭園の花を楽しめる。また時間によってはグランドピアノの生演奏も行われる。ホールから見た土蔵と庭園庭園の東側にある土蔵はギャラリーになっており、普段は 百花もぐさず屏部の解説がされている。ホールに面して整備された庭園で花は季節ごとに植え替えられる。また、百花もぐさず屏部に描かれた約90種の草花のうち約70種も植えられている。愛知県名古屋市東区白壁4丁目91番地路線バス鉄道。ありがとうございます。